早くカウに会いたい。来た。ほら、空にあるあれが軍玉閣だ。何これ、放浪者で行くん。しまった、道案内役なのに天井への行き方がわからない。王に謁見したいよ俺は。カウン、俺キャラの一覧で見た時さ、なんかもう官能小説みたいな声出してたけど、あれバンされるかと思ったわ。この位置にあるからにはきっと軍玉閣と関係があるはずだぞ。装置を操縦してみる。一回戻ろうか。よし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 。ここまでだな。やばい、絶望すぎひんこれ。攻撃がもっと強かったらそのまま行けたのに。戦艦軍に聞こう。なんで？なんで？ああ、わかったぞ。じゃなきゃあの関羽が軍玉閣まで案内してくれてるはずだもんな。いや、てかパイモンが関羽に会いに行けやお前。なんでこれ一緒に歩みを進めてくれてんの俺。パイモンちょっと伝えてきてよ。またなんかチンピラおるぞ。やめなさい。何事？国政様、この不審者たちが奇襲に何かしようとしています。誰が不審者だ。国政様、昨日イベントであなたを使って元素爆発のエフェクトが良すぎて欲しくなりましたよ。招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは奇遇ね。え、私がそのリーユエ七世よ。私は国政リーユエ七世ユーヘン。ユーヘン様は天柱園様がオイラたちを招待した理由を知ってるか。国政でいいわ。国政、君たちは凡人、軽蔑してるわ。敬えと敬わない、殺害、直接殺害、何でも解決しようと思ってる。また大胆な発言だな。うーん、過激やね国政。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね旅人。告白されてますこれ。丸々くん話しやすい。ありがとうございます。さあ軍玉閣に行きなさい。リーユへの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よ。へー、メリットしかないもの。メリットしかない。主治肉林か。メリット。はい、もう真面目な話の途中です。やめてもらっていいですか。でもそうだ、手土産もリーユへの分ぞ。メリットのためじゃない、リーユへの伝統文化のためだぞ。行幸への手土産はどうする？パイモンガチミュートした。パイモンに託なよ。可愛くないパイモン。そうだ、昨日夢で素敵な料理をぐちゃぐちゃにしたいよな。その名もアイシングスライム。アイシングスライム、行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。できた、唯一無二のアイシングスライム。アイシングスライム、ちょうまそう。軍玉閣の道案内を探す。国政に言われた通りだと。こんにちは、月は売ってる？はい、数はどうします？ハンターハンターやん。それは言えない。正解です。ここからどうぞ。行幸。あおお、待ってたわ、絶雲の間から帰った人。いや、声が良すぎるやろ。ああ、行幸だ。はじめまして、プレゼントを用意したんだ。気に入ってくれると嬉しいな。結婚指輪。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。いやいやいや、素敵ですよ。そんなことないぞ。アイモンは可愛いなぁ。軍玉閣は綺麗だね。気に入ってもらえて嬉しいわ。この宮殿の位置は全ての山よりも高く、ここからリーユエ港の全貌を見ることができるわ。陽子はママですよね。商売を始めた時からこの宮殿を作るための資金を集めてきた。天柱園になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。マジで雅やなというか、このリーユエのこの天空闘技場。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。この足で天柱園は無理やろ。騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわ。日照券ここまで高かった。いやでもあるか、別にあるわ。あなたがリーユエに着いた日から私はあなたを探した。告白されたよね今というか。
そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。まさかオーナーって七星の部下なのか。違うわ、防御旅館の者全員。え、いやなんか俺銀軸、おい銀軸スペース押しちゃったよ、押してないのに。キーボード柔らかすぎて。ずっと上で見てたのか。綺麗やな。魔人戦争、言葉だけ知ってる。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わった。読み聞かせをしてくれ毎晩。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。幸運閣は見えるかしら。あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には七神の座を手に入れられなかったかつての魔人が封印されている。いい心霊スポットやん。魔人だけでなく俗世の七七星も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は崩れない。次の元神が現れるけれど、帝君のことは忘れないわ。その時リーウェの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう。行幸さんの頭の上の髪留め、これ SQLA の S やん。すまんみんな。新たな時代でもリーウェ七世は帝君の民よ。帝君に歯向かうなんてするわけないでしょ。じゃあなぜ先祖の亡骸を隠した。違わんやろうが。 S やん。ほんで Q やん。こう丸からのこう QSQ、L、S、Q、L、逆から読んだ A。すまんなー。バーカ広いって。京子さん、見て、歩いてる俺。そうだ。すいません。楽にして。我が家のように思っていいから。本当に？無語。あなたたちと友人になりたいからよ。かしこまらなくていいわ。本当っすか？もし私と国政のうち。信頼できる相手を選ぶな。俺漁子さんがいいな。やはり国政の父兄の方が信頼できる。いや漁子がないのおかしいだろうが。好感度上がらんやんけ。いや違うな、国政を選んだ方が好感度が上がるな。国政を選ぶわよね。それくらい分かってるわ。そうだ、目的を果たすといえば言ってもいいか。真剣にお付き合いをお願いします。構わないわ。あマジでこんなあっさりオッケーもらえると思わなかった。すまん。手土産をあげたらお返しがもらえるって聞いたけど、どうかな。パイモンはさいいわ、素直な人は好きよ。いや京子さん好きです。ここから好きなものを一つ選んでいいわ。好きなものを一つ選んでいい。ここからやったー、待ってたぞ。オイラが欲しいのは。京子さんは含まれますか。あの壁にボケ。そんな目で見るなよ。あの壁の紙切れはたとえ爪の大きさでもすごい金になるんだぞ。それがまるまる1ページだったら、想像できないほどの大金だ。フレームアウト。パイモンはしゃいでんな。パイモンお金好きやな。粉雪を1枚選ぶ。いや僕はパイモンと違いますよ。あんな浅ましい、そんなんじゃないから。漁港にもあったんだろ。どうだった？とてもいい香り。今日は野生のルリユリを探すぞ。ルリユリ。花を手に入れるにはお前の力が必要になる。まさか歌とか。ああ、お前の歌声が花の香りをより一段上げる。なんか気持ち悪いな、この言い方。歌は得意か？得意だよ。ハイモンは絶対音痴やわ。パイモンはカラオケ行った時にマジ音痴やけど、自分のこと音痴やと思ってなくて、カラオケでの採点で65点とかなってキレる。壊れてるじゃないかーって言って、ホン。ほらほら咲いた。ルリユリ。ルリユリは殴ったりしない。
プリプリパイモン。これはトリックフラワーという魔物だ。この花弁は操船儀式に使えるか？キラキラしてないパイモン。残念だが、できないな。そんな。こんなパイモン。ルリユリをお探しですか？昨晩お世話になりました。名前が思い出せない。こんにちは、シャンリン。こんにちは、旅人。名前を覚えてくれたんですね。いや、好き。ところで、軍玉閣はどうでしたか？カオが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。私、教えていませんでしたか？俺が唯一読めた原神のキャラクターやからな。イットとカンウだけは読めたからな。一応他の人に聞いたんだ。みんな知ってるから言わなかったところとか。はい、しまった。いいんですよ、いいんだよ、笑ってよ。なんか顔色が悪いぞ。それに最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないというか。オフのカンウなんちゃん。あの時は天柱園の使者で、今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？見バレするからじゃん。緑境内は帝君聖居の場所。ああ、なるほどね。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日、緑境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。ごめん、この話はやめとこう。おい、勝利胸見てないか。いや待てよ、これこう結んだらこうなるやん。